ハーディ軍はアメリカが州国フロリダ州のフロリダ半島中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は27,731人であり、2000年の26,938人から2.9%増加した。軍庁所在地はウォーチュラ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ハーディ軍はその全体でウォーチュラショート試験を構成している。ハーディ軍の軍名は1921年から1925年までフロリダ州知事を務めたキャリー・エハーディにちなんで名付けられた。1921年に設立された。2004年8月13日、ハリケーン・チャーリーがハーディ軍の上空を通過した。 ウォーチュラ市中心街での最大風速は149マイル地を記録した。軍内の多くの建物が被害を受け、全壊したものも多かった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は638.33平方マイルであり、このうち陸地637.30平方マイル、水域は1.03平方マイルで、水域率は0.16%である。 ウォーチュラ市にあるハーディグ庁舎以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。